どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回はゼツオメガ検証戦最終フェーズ、アルファオメガの解説動画になります。解説としてはこのような図解を用いて全体を把握していく内容です。まずはじめにマーカーはフェーズ1からこのような感じに置いています。それではよろしくお願いします。開幕、スイッチをしていた ST はスタンスをオフにしておきましょう。コスモメモリー、タンク LB3 前提の全体攻撃です。さらに軽減も入れましょう。LB3 のタイミングは、映像を見ておいてゲージが半分超えないぐらいで打ちましょう。即殴りから 4GCD 後に即 LB とスキル回しに組み込んでもいいと思います。また、動画ではガンブレが LB を打っていますが、アンガの組み合わせだと開幕は暗黒が打った方がいいかもしれません。このコスモメモリーの着弾で、デュナミスの紅葉バフ3がデュナミスの輝き強に変わります。このバフを持っていないとボスの攻撃が即死級になります。また、このバフを持っていて LB を使うとすぐ満タンになります。このゼツは全員が LB3 を使う見せ場がある最終フェーズとなっています。着弾後すぐオートアタックが来るので、ST はタゲサの外に行っています。なぜかというと最終フェーズのオートアタックは、ヘイト1位とボスから最も遠い人の2人にエンハンニが来るからです。MT は北側タゲサ内、ST はタゲサの外、他の人は巻き込まれないところにいましょう。コスモアロー、まずは見てみましょう。予兆が出ました。今回は外から中央の順です。その予兆から直線範囲が広がっていく直線版ネクサのようなギミックです。では図解を見ましょう。パターンは2つあり、予兆が中央からか外周からかで違います。まずその2つのパターンを見てみましょう。どう広がっていくギミックか見せるために、中央と外周の直線の色を1つだけ変えています。次に避け方ですが、全部でコスモアローは2回来て、初回はみんな同じところで同じように避けれますが、2回目は3回する必要のあるギミックが避けてる途中に複合してきます。なので、今回ご紹介する方法は基本3回の十字組と X 字組で避け方が変わります。その基本3回ですが、最終フェーズはこのように3回しているので、十字組が単ヒラ、X 字組が DPS になります。中央から開始のコスモアローから行きましょう。先にどちらかといえば簡単な DPS から見ていきます。まず最初の予兆を見たら寄ります。予兆が消えたら予兆が重なっていたところに入ります。その後、直線範囲の着弾を2回見たら、そのままマーカーの外側くらいまで移動します。目の前の直線範囲が着弾したらそこへ入って終わりです。次、中央から開始のコスモアローの単ヒラです。まず最初の予兆を見たら寄ります。予兆が消えたら予兆が重なっていたところに入ります。その後、直線範囲の着弾を2回見たら、図の1くらいに待機します。2回直線範囲の着弾を見たらそこへ入り、次に中央側が着弾したらそこへ入り終わりです。次は外周開始のコスモアローの DPS です。まず最初の予兆を見たら寄ります。今回は外周に寄ります。予兆が消えたら予兆が重なっていたところに入ります。直線範囲の着弾を2回見たら、中央側へ入ります。次の着弾を見たら外周側へ入ります。また中央側が着弾するのでそこへ入って終わりです。次は外周開始のコスモアローの単ヒラです。まず最初の予兆を見たら寄ります。予兆が消えたら予兆が重なっていたところに入ります。直線範囲の着弾を2回見たら、中央側へ入ります。次の着弾を見たら、エイジマーカー付近のところへ入ります。次に中央側が着弾するのでそこへ入って終わりです。この手のギミックはイメトレまとめ動画が効くので、画面右上のカードか、概要欄のリンクから飛んでください。では実際に外コスモアローを見てそのまま進みましょう。最初の外予兆前待機。消えたら入ります。2回待ちます。中に入ります。外に入ります。また中に入ります。避け終わったらコスモダイブを詠唱しているので、タンクはボスに乗り、他の人はタゲサ城にいましょう。このコスモダイブは、
ボスに最も近い3人に頭割りができる強攻撃が来ます。MT と ST と残りの6人で受けます。タンクはボスに近づき、残りの6人はタゲサ城にいましょう。コスモダイブが着弾したら次はオートアタックが来るので ST はタゲサの外に行きましょう。他の人は中央に寄っても大丈夫です。このように合間にオートアタックが挟まってきますので、ギミックとギミックの間は意識しておきましょう。波動砲リミッターカット。まずは見てみましょう。全員中央に集合し、最初のエクサを見つけます。中央から設置型を捨てつつ、最初のエクサの横から外周に沿って追っていく感じです。全部で設置型は6回捨てますが、直後に波動砲の3回があるので、5つ目くらいでスプリントを使用しておきましょう。波動砲は4人ずつ2回に分けて直線範囲が来て、A 召喚竜時にタンク戦闘で受ける直線頭割りが来ます。では図解を見ましょう。まず8方向の外周のどこかにエクサの予兆が出ます。そこから時計回りか反時計回りに続けてエクサの予兆が出ます。また、A 召喚竜後にしばらくして、プレイヤーの足元に設置型の円範囲が続けて6回出ます。この円範囲を固めて捨てながらエクサフレアを避けるギミックになります。まずは中央に集まり、一発目のエクサを見つけ、回転方向を確認します。そして円範囲を全員で固めながら捨てていき、外周からエクサを追いかけるように処理します。5発目を捨てたらスプリントをして基本3回しましょう。ボスが波動砲を栄翔し、栄翔中に4つずつ2回に分けて全員に直線範囲が来ます。そして栄翔完了時に頭割りの直線範囲が来るので、南に集合し頭割りを受けます。その際、戦闘2人のダメージはとても痛いので、タンク2人が防御バフをしつつ戦闘で受けましょう。では実際に波動砲リミッターカットを見てそのまま進みましょう。まずは中央に集まり、一発目のエクサを見つけて回転方向を確認します。一つ目は4マーカーで半時計回りですね。範囲を捨てていくのは A から4マーカーに捨てていきます。5発目くらいでスプリントをし、3回位置を確認して6発目を捨てたら3回します。直線範囲の2回目が終わったら南へ集合し、タンク2人が先頭で直線頭割りを受けます。終わったらまたオートアタックが来ます。立ち位置に注意しましょう。ちなみに90秒バフに関して、ここら辺で帰ってきているとは思いますが、リッタで使ってもトータルの回数は変わりませんので全部2分バーストに合わせましょう。コスモアローと波動砲。2回目のコスモアローは避けてる時から波動砲が始まります。ですので、途中から3回する必要がありますが、十字組と X 字組の避け方をそれぞれやっていれば特に気にしなくていいです。直線範囲の2回目が終わったら南へ集合し、タンク2人が先頭で直線頭割りを受けます。そしてここで2分バーストです。波動砲が終わったらまたオートアタックが来ます。立ち位置に注意しましょう。時計回り例を見せるために映像を差し替えます。波動砲リミッターカットとコスモダイブ。全員中央に集合し、最初のエクサを見つけます。エクサは B から時計回りですね。範囲を1から B 側に捨てていきます。6つ目が終わったら近接 DPS は LB を使いましょう。他の人はコスモダイブが来るのでタゲサ城にいましょう。LB を使った近接 DPS は、オートアタックを誘導しないようにすぐタゲサの中に入りましょう。連続でもう一人の近接 DPS も LB を使います。コスモダイブが終わったらまたオートアタックが来ます。立ち位置に注意しましょう。コスモメテオ。まずは見てみましょう。映像が始まったら全員中央に集まります。映像完了で全員の足元に設置型の巨大円範囲が出ます。それを合図に8方向に3回します。そして円範囲が4人ずつ2回に分けて全員に来ます。それがもう1セット来ます。さらにフレアマーカーが3人、残りの人に頭割りが来ます。途中、大小のコスモメテオが出現していましたが、それを壊せないとワイプになります。では図解を見ましょう。映像が始まったら全員中央に集まります。
足元に設置型の巨大エンハミが出たら基本散開します。ただここの基本散開はレンジ LB の関係で MT と D3 が入れ替わっています。フィールドには小コスモメテオが6個、大コスモメテオが2個出現します。この小コスモメテオをキャス LB で、大コスモメテオをレンジ LB で破壊します。中央の設置型の予兆が消えたら、ヒラは回復がしやすいように中央へ寄ります。具体的な位置は中央の円から2つ目と3つ目の間にそれぞれ立ちます。そうすると15メートルのバリアがこの範囲で届きます。最適解を考えれば D1 と ST も位置を入れ替われば DPS にバリアを入れるのが容易になるでしょう。ちなみに兵固定はキュアヒラが中央で回復をして、バリアヒラは最後距離減衰メテオの散開をするときに中央でバリアをします。ですので実際の動画ではそれになります。そこら辺は固定やパーティーを組んだ方々と相談してください。キャス LB レンジ LB をしてる間、エンハンニが4人ずつ2回に分けて全員に来ます。それがもう1セット来ます。その後距離減衰のメテオマーカーが3人につき、それぞれ距離を離して散開し、他の人は5人で頭割りをします。ここの頭割りの位置は LB 硬直中のレンジにつくかつかないかで変わります。レンジにメテオがついたら頭割りは C、 レンジにメテオがつかなかったら頭割りは A に集合します。また距離減衰のメテオに関してボストゲサ上で最大ダメージ距離は取れています。では実際に見ていきましょう。霊障が始まったら中央に集まります。霊障完了で設置型の巨大円範囲が来ます。それを避けマーカーで基本散開します。この際LB の関係で D さんのレンジと MT は基本散開位置を入れ替えます。予兆が消えたらヒラは中央へ寄ります。それと同時にフィールドに大小のコスモメテオが出現するので、キャス LB、レンジ LB の順で破壊します。その後メテオマーカーが3人につき、さらに残りの人に頭割りが来ます。レンジにメテオがついていたら頭割りは C、 ついていなかったら頭割りは A です。この場合ついていないので頭割りは A です。ちなみに距離減衰は外周まで行く必要がなく、タゲサの上以上に離れれば問題ありません。この後はオートアタックはないので全員中央でも平気です。マジックナンバータンク LB 前提のダメージです。 HP が全部戻っていればタンク LB のみで耐えれます。不安でしたら余っているのを何か入れておきましょう。これ以降はもう軽減不要です。着弾すると全員にマジックナンバーというデバフがつきます。このデバフは死の宣告になっており、ヒラ LB を使用すると解除が可能です。着弾ダメージを確認したらヒラ LB です。ここはカウンターヒールの要領でやると HP は戻ってもデバフは消えないので、着弾ダメージを確認してからヒラ LB です。もう一度マジックナンバーが来ます。先ほど LB を使わなかったタンクが LB を撃ちます。またマジックナンバーデバフがつくので、先ほど LB を使わなかったヒラが LB を使います。コードデュナミス、時間切れ映像です。映像が始まったら近接が LB さんをしましょう。そして LB が終わり次第2分バーストをしましょう。薬を使える人は映像開始時に使用してください。映像完了までに倒せればクリアです。最後になりますが、各フェーズ見てくださった方ありがとうございました。視聴者様のクリア報告をいつも楽しみにしています。ではこれでアルファオメガの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。